今回はですね、スパイダーモア、あの藁がガッチリ敷き詰まってる状態を掃除したんですけども、捨てられた要因は多分エンジンがかからなくなったからでしょうね。新品買うにも新品めんどくさいから新品買うっていう感じですかね。で、機械屋に出すにもやっぱり一番のこの捨てられた原因というのはですね、機械屋に修理を出すのが怖い、いくら取られるかわからないという感じから、捨てて新しいのを買ったかですね、スパイダーモアの部品はですね、とんでもなく値段が高いので、それを機械屋から聞かせられて新品買った方がいいよというふうに言われて、その状態で捨ててしまったんでしょうね。まあ今の状態はですね、最初エンジンかからなかったんで、これはそれが原因で話したのかと思ったんですけども、一応新しい混合油燃料を入れて動作テストをやってみたんですね、エンジン。そしたらですね、スローは効くんですよね。ただ高速にしようとすると止まるという感じで、まあいい具合にエンジンをかかってくれたので、高速にできないってことはですね、このシャフトの回転とか刃の回転とかもチェックできないので、この状態こそがキャブレター掃除が必要な時ですね。ですんで、とりあえずですね、このキャブレターのパッキングそういうものを一回掃除するだけ掃除して、新品の部品に交換せずとも直せるかどうかをちょっとやってみたいと思います。いや、今年の雨季は長いですね。かなり持病の喘息を持っているので、この雨季になるとですね、かなり息苦しくなったり苦しくなるんですけども、未だに良くないところを見るとですね、まだまだ雨が続くという感じですね。想像からいくとですね、経験からいくと、まだ振り切ってさっぱりとした暑さではないので、なんかジメジメしてますので、ですね、あとこのキャブレターはですね、六角レンチで外れますので、このロビンの EC08D、 大概スパイダーモアに乗ってる初期のエンジンはこれですから。で、こんな感じで、2箇所を六角レンチで外してやると取れます。こんな感じですね。で、あとはここのロッド関係を取って、あと後ろのここのパッキン、これを取っておいてですね、ホース、戻しのホースと吸い上げるホースを外して、キャブレターだけちょっとチェックしてみますか。交換、一切交換せずに掃除だけで治るかどうかですね。キャブレターを分離したので、中にあるやつをちょっと戻して、キャブレターをこのまま油を一旦きれいにして、エアを吹いてちょっと涼しいところで分解してみます。とりあえずですね、これを分解していきます。多少油残ってるので、高速が効かないということはですね、詰まってる原因、ここ見えますかね、スローとハイの調整なんですけども、ここで調整してみても燃料がいかずに高速にしようとすると止まるということはですね、もうキャブしか考えられませんので、結局ですね、ここの中にあるパッキンというのは在庫しておくか注文しない限りですね、新しいものを買えることできないので、値段はそんなに高くはないんですけども、これですね、ダイヤフラムパッキン、結構くっついてますね、もうこんな感じで、そんなにまだ悪そうにも見えないんですけども、これですね、これがちゃんと動いてるかどうかなんですけども、あとこれですね、掃除するのはこれとこれ
それと、ここの低速のノズルと高速のノズルを外して、この部品のみ掃除していけるかどうかですね。そしたら、このロー入ってあるんですけども、ここの調整ノズルを一回分解します。で、今の状態はですね、高速でも高速にすると止まるという感じで、ここはですねダイヤフラムなんですけども、これで止まって、ここが押さられるか押されられるかですよね。ここがちゃんと効いてるか効いてないかです。このフィルターのおかげで燃料を置いてもですね、ゴミ詰まらずに、ゴムは案外柔らかいのでまだ使えそうな気がしますね。でも癖もついてるので、これがちょっと硬い感じしますね。まあここまでやったら仕方ないので、ここもバラしていきますか。掃除だけで綺麗にするという感じですから、これ気をつけてください。バネ飛び出ますので、バラバラにした状態ですね。ダイヤフラムについてる、ノズル、バネで、各種、これフィルターなんですけども、これがちょっと硬くなってるのかな。でも燃料を吸い上げるときに使えてるので、で、これが全部 1,2,3,4,5 点で、これを主な掃除するものはこれですね。で、よくよく見るとですね、ここにゴミが詰まってるので、このゴミも結構原因ではないのかなという感じですね。一応ここにフィルター、ここにも網入ってるんですけども、目詰まりを起こしてる可能性があるので、これを掃除していきます。じゃあ掃除するものはこれとこれと、ダイヤフラムパッキンと、下のフィルターですね、排気の方につながるやつなんですけども、で、この透明のフィルター、これを掃除していきます。さあ、おのおのちょっと掃除していきましょうか。この辺はさっと掃除するぐらいで、あとフィルターですね、これも、まあ、こんな感じで、ダイヤフラムパッキン2枚重なってるんですね。ここにガスケット来て、ここにゴム、パッキンゴムが来てるんですけども、順番は、こっちがキャブレターのダイヤフラムを押す側なんで、硬いパッキンが先に来て、柔らかいものが外側ということになりますね。
で、ここがさっき言ってた詰まってる部分です。でいろんなところにキャブはオーサイクルでも言ってる通り穴が開いてるので、ここちょっと気をつけなきゃならないですね。ここにフィルター入ってるので、ここエアで臭い、吹き飛びますんで。だいぶ綺麗になりましたね。ちょっと隙間を開けてあげて、そうすると見てわかる通りめちゃくちゃ綺麗になりましたね。でこれは油断せずにここをずっと押さえておくと。で穴という穴を掃除すれば高速は復活すると思います。ここの高速のノズルから泡を吹いてやるとどうなるのかっていうと、こういうふうに出てきますので、おそらくこれで大丈夫だと思うんですけどね。だいぶ綺麗にはなりましたね。これはまあ何も芸ないんですけども、まあ綺麗に。ただここから、これが少しちょっと気になりますね、硬い感じが。この掃除終わりましたので、あとはですね、このままノズルを、バネにかませて入れるだけなので。平らなところでやらないと、どうしてもポロ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 落ちますので、でこういう状態にしてもらえれば、まあ、ここはですね、バラせる人はバラした方がいいかもしれないですけど、バラせない人だって、ちょっと緩ましてですね、少し緩まして泡が出るか出ないかエンジンコンディショナーで見た方がいいですね。すごく精密作業なので、ここまでバラしてしまうと、部品なくしてしまうと、あとキャブレターアッセンブで、あ、やっちまった。アッセンブでアッセンブリでいい、出ないので、こんな感じですね。ちょうどこのくぼみ、これで上がるかどうかですね。ここでピコピコピコってやると中に燃料がこのフィルターへ入ってくると、ゴミをここでとどまらせていい燃料だけ入ってくるという感じですね。最初これをゴムをパッキンはめて、これフィルターなんですけども、まあ
穴も全部決まってるところにしか合わないので、フィルターにフィルターを通してるんでゴミが詰まりにくくなってるんで、このままこうですね、大きなプラスネジで止めると。でこれもここの燃料を吸い上げる、口と同じ方向に向いているのでこうですね。で最終的にはポンプ、プライマリーポンプで4つポンプ入れてやっていくと、これで高速がうまくいかなければ、ピン注文となりますね。中のパッキンですね。それかあっちの本体の方の調整に問題があると思います。それかもう完全にこの中間にあるこのゴム類、パッキン類が劣化してる、それしか考えられないです。これでかかればですね、さっき中にあった網、これ吹き飛ばないで注意してくださいよって言ったところが、ゴミ詰まってたと。で燃料供給が高速できるほどいってないという考察ですね。この肺の方がですね、太い穴になってるんで、これも太さあるので、太さと長さですね、細い方がローに入りますね。で太い方が肺に入ります。肺とロー、これをですね両方ともとりあえず締め切ります。で締め切った時点で長さ間違ってなければですね、同じぐらいの高さにくればノズルの差し替え間違いはなかったということですね。こっから調整なんですけども、まずスロー、ローの調整は締め切ってから1回転半、これで1回転ですね、これで1回転半で、これは後々また微調整しますので、で肺の方も締め切ってから1回転半、ここ変にちょすと、ここ変にいじると、アイドリングがおかしくなるので、で必ず組んだ後はこういう風に吸い込みのこのいい音、キュッ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 って吸引する音が聞こえなければ吸い上げないので、これで組んで高速聞くようになれば部品なしでいけたという感じですね。洗うだけでいけたので、では組んでいきます。さあ掃除の結果かかるようになるかどうかですね。ここプライマリーポンプを、はい、いい感じで入ってきましたね。でエンジンは先ほどかかったので、後続になるかならないかですよね。でスタートで赤いボタンを押してと、でチョークを戻して、ということは高速は良くなったので、ちょっと調整してみましょう。
と遊びあるので、こことここでワイヤー何個か調整しました。回転数もちょうどいいですね。抜群ですね。あとは刃が回るかテストです。遠心クラッチが効いてるとギー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 音しますので、これで調節ですね。でナイフを入れ、クラッチを入れて、でこの機種の場合はですね、ギアも一緒入れてあげないと回らないでしょう。あと裏もチェックですね。はい、OK です。直せば、また作業場に、畑に、草刈りに出られます。完了です。捨てる神あれば拾う神ありです。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。当チャンネルはですね、年齢層が、40から70何歳までと非常に高いチャンネルなので、ぜひ、出した動画の評価ボタン、グッドボタン、バットボタンあるんですけども、それをクリックしていただければと思います。あとですね、公式のホームページでノーキングの販売もやってますので、ノーキングの販売はですね、こちらから、公式のホームページから Facebook もやってますので、あと Twitter もやってます。公式のホームページを更新するとですね、 Facebook と Twitter に同時に情報がリアルタイムに流れますので、 Facebook をお使いの方はこちらをフォロー、Facebook をフォローしてもらって、 Twitter をお使いの方は Twitter をフォローしていただければ、おのおの、公式ホームページの最新情報が常に、リアルタイムに確認できると思います。動画とか商品情報とかそういうものも確認できるかと思いますので、ぜひご利用ください。あと、ノーキングがメインなんですが、これからはですね、ノーキング以外のこともやっていこうと思いますので、ぜひ面白い、何かを作っていこうかと思いますので、チャンネル登録、買いボタンがあると思いますので、それをポチッとクリックしてくれるだけで大丈夫ですので、あと気軽にコメントとかもお待ちしております。よろしくお願いします。あ、忘れてました。あとですね、関連動画、この辺とこの辺に関連動画がありますので、ぜひ物足りない方はこっちの関連動画とこっちの関連動画見ていただければと思います。そしたらよろしくお願いします。